安来市の加納美術館で開かれているのは四国五郎展です。終戦後のシベリア抑留の経験や広島の原爆で亡くなった弟への思いを胸に多くの作品を制作してきました。こちらは原爆をテーマにした絵本、おこり地蔵の挿絵。企画展では貴重な絵本の原画を見ることができます。山陰で初めての四国五郎展ですので、ぜひ山陰両県の方々に見ていただきたいと思います。企画展は安来市の加納美術館で来月15日まで開かれています。